お待たせしました。それではチームの審査ボスになります。お願いいたします。それではただいまよりボーズ S1 プロの紹介をさせていただきます。本日プレゼンターを担当いたしますボーズの堀高と申します。よろしくお願いいたします。早速ですが、まずは共通音源をお聞きいただきます。それでは紹介に入らせていただきます。これまで私たち坊主ではポータブル PA のラインナップとして L1 システムと F1 システムを市場に導入し、ポータブル PA システムのマーケットで高い評価をいただいてまいりました。コンパクトで可搬性に優れながら高いサウンドパフォーマンスを提供するスピーカーとしてユーザーから絶大な支持をいただいております。と同時にこのような声もいただいておりました。カフェのような場所でインストアライブが手軽にやりたい、電車やバスでも運べるシステムが欲しい、弾き語りに使えるように入力を増やしてほしいなどのさまざまなご要望です。そこで BOSE がその技術力を生かし開発したのが本日ご紹介する BOSE S1 Pro です。それではその驚くべきパフォーマンスを早速ご体験ください。
皆様、 S1 プロのパフォーマンスはいかがでしたでしょうか。このコンパクトなサイズからは想像できないようなパフォーマンスをご体験いただけたかと思います。プロフェッショナルサウンドをいつでもどこでも、たった1台で PA スピーカー、モニター、楽器用アンプ、Bluetooth 音楽再生システムを備えたウルトラコンパクトなオールインワン PA システムです。この S1 プロは大きく分けると3つの特徴があります。1つ目はパフォーマンス。 S1 プロはこのサイズからはとても想像できないパワフルなサウンドを実現しています。2つ目はフレキシビリティ。 S1 プロは様々な用途にフレキシブルに対応します。最後にポータビリティ。 S1 プロは小型で携帯性にも優れています。まずはパフォーマンスからご紹介いたします。 S1 は L1 システムと F1 システムの2つを踏襲したサウンドシステムとなっています。L1 からはアーティキュレーテッドアレイのシステムを、 F1 からは 2.25 インチのドライバーのうちの3つを採用し、それらのドライバーを C 型にカーブしたアレイに入れ、6インチのハイエクスカーションウーファーの前にマウントしました。さらにより自然な楽器やボーカルの再生実現のため、クロスオーバーポイントを大幅に下げています。このシステムにより S1 プロはクラス最高レベルの高音質、再生カバーエリア、トータルバランスを実現しています。それでは次に S1 プロのフレキシビリティについてご紹介いたします。S1 プロはコンパクトなボディに3系統の入力を実現しました。入力位置とにはキャノン端子と標準フォームプラグに対応するコンボ端子を採用、マイクやギター、キーボードなど様々な楽器の入力にフレキシブルに対応します。またリバーブと2バンドの EQ を搭載し、気軽にプロフェッショナルなサウンドがすぐに楽しめます。さらにBOSEの独自技術のトーンマッチ機能も装備、マイクやアコースティックギターの特性に合わせて即座に最適な音質補正をしてくれます。入力3は Bluetooth ワイヤレスにも対応したオグジュアリーのステレオ入力となっており、ポータルブループレイヤーやステレオミニケーブルでの接続、モバイルデバイスとの Bluetooth による音楽再生が可能です。出力は TRS 標準プラグのラインアウトを搭載、2台目の S1 や他の BOSE の PA システムへの出力が可能です。さらに S1 プロは4つのポジションに対応するオート EQ 機能を搭載しています。本体の中に置き方を認識するセンサーが内蔵されており、それぞれの置き方、マウントポジションによって自動的に最適な音質調整を行います。使い方に合わせて置き方を変えればすぐに最適なカバーエリアを提供するため、セッティングの時間を気にする必要もありません。本日はスタンドマウントにしているため、スタンドマウント用のオート EQ となっております。このポジションで使用するとより広いカバーエリアに音を届けることができるため、屋内外のイベントで PA システムとして使用する、あるいは DJ プレイでの使用にも最適です。ちなみに今回の設定はボリュームが10時、ベースとトレブルはセンター、トーンマッチの機能はミキサーから信号をもらっているのでオフに設定をしています。ではここでボーカルとコーラス、各楽器の音がバランスよく再生されていることをご確認ください。Something brand new. I'm in love.
shape of you。 ありがとうございます。最後はこのシステムのポータビリティについてご紹介いたします。本体の重量は 7.1kg。 これだけ多用途でプロフェッショナルなニーズに対応できるモデルとしては非常に軽量です。さらにハンドルの部分のグリップ感と内部の重心にもこだわりを持ってデザインしていますので、片手でも簡単に持ち運ぶことができます。まさに可搬性に優れたウルトラポータブルなシステムです。そして S1 プロは電源のない場所でもパフォーマンスができるようリチウムイオンを使用したバッテリー駆動を実現しています。最長11時間の使用が可能で、急速充電モードを使えばわずか3時間でフルチャージができます。近くに電源がない屋外での使用や非常時のマイク覚醒などでも活躍します。またオプション発売のバックパックに入れて持ち運びも可能で、電車でも徒歩でも自転車でも気軽に持ち歩くことができます。最後にもう一度 S1 プロのサウンドを、男性と女性ボーカルの伸びやかな響きに注目してお聴きください。さまざまなシーンで活躍するシステムだということをご確認いただけたかと思います。 BOSE S1 Pro マルチポジション PA システム、プロフェッショナルサウンドをいつでもどこでも、標準価格78,000円で好評発売中です。以上、小型 PA スピーカー BOSE S1 Pro をご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。この S1 Pro は2017年の発売以降、さまざまなメディアにも取り上げていただき、多くのユーザーから大変ご好評をいただいております。本日はブースでも展示をしておりますので、ぜひじっくりと S1 Pro のパフォーマンスをご体験ください。以上で BOSE S1 Pro の紹介を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のシステムへ展開いたしますので、しばらくお待ちください。